iCloud にサインインした状態で iPhone を探すをクリックします。パスワードを入力し、サインインをクリックします。iPhone の位置が地図で検出されました。地図を拡大します。デバイスをクリックし、 iPhone を選択します iPhone 端末にメッセージを送りますサウンドを再生をクリックしてサウンドを再生してみます紛失モードから iPhone にメッセージを表示させます連絡の取れる電話番号を入力します次へをクリックし メッセージを入力します。完了をクリックして、メッセージを送信します。サウンドを再生をクリックすると、iPhone ではこのように表示されます。メッセージを送信すると、iPhone ではこのように表示されます。もしもの時のために、Find My iPhone をインストールし、設定しておきましょう。